アテナイ。アテナイは、ギリシャ共和国の首都アテネの古名。中心部に、パルテノン神殿がそびえる、イオニア人の古代イギリシアの都市国家。名は、ギリシア神話の女神アテーナーに由来する。アッティカ半島の西サロニコス湾に面し、外交ペーラエウスを有していた。アカイア人文化のイオニア人が、アッティカ地方に定住したのは、全2000年頃と推定され、 紀元前1200年頃から紀元前1100年頃にかけて、ドーリス人の侵入を受け周辺村落は次々と征服された。アテナイは、これをしのぎいで続く暗黒時代を通して王政を維持しつつ存続した。もっとも、当時のアテナイは、経済的に未熟で土地も肥沃ではないため、ドーリス人が攻略する価値を見出せなかった。この頃代々の王家に代わって、 移住者の子孫である、ピュロス王家が成立する。アテナイは、立地条件を生かし、エーゲ海や国会での海上交易を中心に、交易都市として発展していく。ソロンの改革によって、経済的に活性化され、主に陶器や、奴隷の輸出や、穀物や織物の輸入などが割れていく。また、アイギナとコリントスの経済をめぐる覇権争いでは、当初は、 アイギナ川に立ったが後にコリントス側に移ってその優位を助け後にコリントスが衰退の気配を見せると並びたこの動きに拍車をかけたのはラウリオン銀山の存在であるその発掘の歴史はカルタゴのイベリア開発等と比べ遅れるもののギリシア世界ではほとんど取れなかった銀を唯一大量に取れる銅山の本格的な採掘が開始されると短期間のうちに その豊富な資金で、アイギナ・コリントスに並ぶ存在となり、やがて、ギリシャ地方有数の都市となった。海上交易への依存度が強かったアテナイを、はじめとしたギリシア諸ポリスは、小アジアにまで伸長する大国アケメネスさ、ペルシアに、エーゲ海の政界権を奪われた。こうした中、当時アケメネス町の影響下に置かれていた、小アジアにおいて、 イオニア植民地の反乱が勃発した。これをアテナイを中心とするアッティカ、イオニア系都市の一部が支持したことで、アケメネス朝のダレイオス一世は、ギリシア地方の諸部族に対して、強行策を取り、ついに、ペルシア戦争が勃発した。これに対して圧倒的な国力と先進性を誇る、ペルシャを恐れ中実を保つポリスや、ペルシャ側へ着くポリスも多かったが、 アテナイやスパルタを中心としたポリスは一致結束してギリシア連合軍を決した。そしてマラトンの戦い、サラミスの海戦、プラタイアの戦いなどでギリシア側が勝利を収め、アケメネス朝ペルシアの侵攻を頓挫させた。ペルシア戦争に勝利し海上交易における覇権的地位を確立したアテナイはギリシア第一のポリスとなり、軍事のみならず経済の中心都市としても発展した。 また、前の戦争において市民による重層不評が都市の防衛の主役となったほか、海戦における軍艦の漕ぎ手として、無残市民も活躍したことで彼らも政治的地位を向上させ、軍事民主制による政治体制が確立されていった。こうした状況下で、優れた政治的指導者であるペリクレス将軍統治の下、アテネは反映した。外交面では、 アテナイを名手として、イオニア地方やエーゲ海のポリスまで含んだ、デロス同盟と称される、軍事同盟が結成された。当初は、アケメネス町の再重ねに備えたものであったが、アケメネス町の脅威が減少するにつれ、徐々に、アテナイが他のポリスを支配する道具になっていった。当初は、デロス島に設置されていた金庫がアテナイに移されて、以降、潤沢な資金は、アテナイのために流用され、 公共事業であるアテナイのアクロポリスでのパルテノン神殿建設や海軍増強などに注ぎ込まれた。ペルシア戦争での威信を利用したアテナイが急激な軍備拡張と諸ポリスの占領、冷属化を進め、ギリシア最強の都市国家として拡張していく様子に、対し他の多くのポリスはアテナイの戦王的かつ強圧的な振る舞いを苦々しく感じていた。 アテナイが帝国主義的な振る舞いを加速するにつれ、デロス同盟内のポリスからも反発が起こるようになった。そして元々農業国で、ペルシア戦争のもう一つの戦勝功績国スパルタは、こうしたアテナイの拡張、侵略政策と相入れないポリスを支援して両者は激しく対立するようになる。紀元前431年、アテナイとスパルタを中心とするペロポネソス同盟の 間に、ペロポネソス戦争が開始された。陸戦に C が、国内に、多くの濃度及び奴隷を抱えるスパルタ、海戦に C が、国内に、多くの奴隷及び国外に、多数の隷属都市を抱えるアテナイは、共に、政治的な不安定さと、国家組織の未発達から長期間の遠征が無理で、あったため、指導者ペリクレスは牢情戦を選択する。陸での決戦を避けて、 戦力温存、強大な海軍と合わせ海外の植民地を維持し、長期戦に耐える計画であった。紀元前429年、アテナイ場内に蔓延した薬病19世紀には、ペスト説が有力であったが、実際は別の伝染病であったと考えられるによって、ベリクレスを含めた多数の人間が死亡した後、全治霊属させていた。 植民地が離反するなどしてアテナイは劣勢に立たされ、戦争は紀元前404年にスパルタの勝利のうちに終結した。スパルタに敗れた後のアテナイには三十人政権と呼ばれる加藤勢政,政権が成立し、恐怖政治を敷いた。まもなくトラッシュブロスによって加藤政は崩壊し、富裕市民の合議制に戻ったものの、海外領土及び霊属都市を失った。 アテナイの経済力は衰退し政治が大きく乱れた。コリントス戦争後、紀元前377年に再度海上同盟を結成するなど国力を回復したものの、かつての勢いを取り戻すことは二度となかった。紀元前357年に起きたにより、同盟史に対して大幅な情報を強いられ、紀元前338年にカイロネイヤの戦いで、 マケドニアのフィリッポス2世に降伏しからは、デモステネスの抵抗も虚しく、政治的独立性を失い、アレクサンドロス大王とそれに続くディアドコイの帝国に、編入された。アレクサンドロス大王の守護反乱、ラミア戦争を起こしたものの、短期間で鎮圧された。ローマの支配下となった後は、文化都市として栄えたが、域内完結型のローマ経済圏において、 生産力の乏しさから徐々に衰退し、六世紀頃までには東ローマ帝国の一地方としとった。アテナイ成立の当初は王政だったとされるが、その実態は明らかではない。その後、王政から貴族政、下統政へと移行していった。しかし、商工業の発展に伴って貧富の差の拡大が進むと、一部の富裕化した市民層は自ら武装して、 重装不評部隊を編成することが可能になった。こうして、ポリスの防衛や略奪、侵略などに市民が活躍するようになると、彼らは政治的権利の拡大を要求し始め、相次ぐ戦争を通じて、市民と貴族の区別を超えた、権益共同体としてのアテナイが形された。紀元前8世紀頃、アテナイ中心部へ、集中、シュノイキスモスが行われ、これが、 アテナイの出発点となったと考えるのが一般的である。伝承に売れは王政が打倒され、間もなく貴族性、下等制へと移行したとされる。彼らはアレオパゴスから政治を支配した。当時、古代ギリシア人は各地に植民活動を行っており、植民主との間で次第に交易が行われるようになっていた。こうした中で商業の発展が促され、一部の市民の 富裕化を招く一方、貧困層の困窮も深刻化していた。資料上最初の政治的事件は、全630年頃に、キュロンが非合法的に権力掌握を図ったというものである。しかし失敗して殺害され、選手の地位を手にすることはなかった。紀元前624年頃に、ドラコンによって監修法が成分化されたとされる。これにより、貴族による、 法知式の独占が崩された。貧富の差の拡大は、アテナイ社会の深刻な問題となっていた。六分の一ヘクテモロイと称される奴隷や、濃度の上に位置した、市民貧困層は、債務奴隷となりタポリスに売却されることもあっため、こうした事態が、アテナイの弱体化につながる懸念もあった。一方、アテナイ成立の早期より、市民権を持つ富裕な市民は自弁して、 重層不評となりポリス防衛や略奪、敵対部族の撃滅などに活躍して発言力を強めており、身分により指導部が下した政治決定への意思表明機会に区別があることは、当時の兵役を請け負う市民から不平不満が高まっていた。こうした状況を受け、紀元前594年にアルコンに就任したソロンは市民の債務を帳消しにするとともに、 市民の債務奴隷化を禁止させ、当てないうちにおける、当てない市民、もちろん奴隷や濃度に指導が下した、政治判断への投票参加は認められず、奴隷は人格も認められないの地位を守るとともに、財産額によって、市民を4等級に分け、その等級に応じて、指導部が下した、政治決定に賛否を表明する票への参加を認めた。これにより家柄でなく財産の高が、 政治参加の度合いを決めることとなった。ところが、ソロンの改革をめぐっては、古くからの特権を保持する貴族と改革支持派が対立し、それぞれの居住区から、前者は平野党、ペジアへ、後者は海岸党、プラルイと呼ばれた。さらに後者からは急進改革派である高知党、ハイパーアクリー、後に山地党、ダイアクリーと改名が分離して、 ソロンが引退するとンパが激しく争った。紀元前561年に権力を掌握した、選手ペーシストラトスは、産地等の指示を受けて、中小農民の保護育成に努め貴族に打撃を与えた。選手を倒したクレーステネスは、紀元前508年に重部属性を創設し市民を再編して500人評議会の設置とストラキスモス、当編追放を採用した。 ペルシア戦争に勝利したアテナイは、サラミスの海戦などで三段海戦の創始として活躍した仮想市民の発言権が強まり、ベリクレス時代には500人評議会、有力者層からなるの方針を討議す、民会、参照、プニクスも設置された。一部の上級職、将軍職を除いたすべての公職が市民に解放され、出自や能力に関係なく立候補が可能になった。 また、経済的に任に耐えない市民、市民のみが兵役の義務を負うに対しては、公職手当が支給された。後世、ソクラテスやプラトンは、市民を怠け者にしたとして、これを非難する。公職は、毎年改選される将軍職を除いて、その地位を希望する市民に対して、くじ引きで決定された。くじ引きは神による選択の現れとも信じられていて、当てない人は、 それが純粋に民主的であると考えいた。これに対して、ソクラテスやアリストテレスは、専門的知識が必要な決定ですら、それを持たない市民で決められてしまうと批判するが、こうした批判は、正しいと言わざるを得ない。なぜなら後にソクラテスは、専門的な法律知識を有する者が参加していない。くじ引きで選ばれた裁判官の指官によって、死刑判決が下されたからである。 アッティカ半島の土壌はオリーブとブドウ、すなわちオリーブ油とワインの生産に適していた。穀物は魚介類と合わせて食生活の中心となったが、アテナイの穀物資源は不足し、食料供給のための穀物輸入が常に問題とされた。初期のアテナイはギリシアでも更新地域であり、土地は痩せ何の特産物も,も工芸品もない部族集落であった。 暗黒時代に破壊を免れたのは、アテナイのあまりの貧しさに侵略者である、ドーリス人が、こうの価値を見出せなかったから、という説もある。また、当然に独自の通貨を持つ技術もなく、アイギナの通貨、経済圏の下に組み込まれていた。アテナイが経済的に注目されることになったのは、ソロンの改革因果である。ソロンは、アテナイの産業不振の原因を、 アテナイ市民が商業や工芸の仕事を奴隷の仕事として癒やしんでいるからだと考え、故国を追われて亡命先を求める職人や貿易商人をアテナイに招兵できるように市民権獲得条件を緩和した。また、当時ギリシア最大の商業都市であったアイギナと商権が重なることからアイギナの通貨権から離脱してコリントス通貨権に移った。これにより、 東方から招き入れた職人たちによって陶芸技術がアテナイに持ち込まれ、アテナイが陶器の産地になるとともに、アイギナ商人が及ばないコリントス経済圏に市場を広げる結果となった。また、続くペイシストラトス時代にはマケドニアから来た鉱山師によってラウリウム銀山の本格採掘が始まった。銀が取れないとされてきたギリシア地域で唯一。 本格的銀山を保有するアテナイ、これにより独自の通貨、ドラクマ銀貨を生産する。そして、食料自給率が推定で、約3割から5割と低いアテナイにとって、貴重な食料や、船舶の材料である木材の輸入を可能になり、キリシア世界の経済で優越した立場に立つ。銀山で働いていたのは奴隷たちで、彼らの監督者は、アテナイの財政を左右する養殖として、 一流の市民が選ばれた。さらにペルシア戦争最中の紀元前483年にラウリウム近くのマロネアからも大規模な銀山が発見されると当初は全市民に毎月産銀を分配する計画であったが当時の指導者テミストクレスの提案によってその産銀を海軍予算に充てることが了承された。アテナイがペルシアの侵攻を取ろうに終わらせただけの海軍力を 得たのも銀山のおかげであり、それは食料や木材の輸入量を確保にとっても重要であった。ペルシア戦争勝利後のアテナイはデロス同盟の支配者として各地へ侵略を繰り返し支配地域を拡大した。紀元前433年にケルキュラ、コルキュラをめぐって対立したかつての名優、コリントスを、派、2年後にはかつてのライバルアイギナを、 デロス同盟の契機へ従えた。とうとう、アテナイはキリシア最強の軍事都市に上り詰める一方、デロス同盟参加国から徴収する年付金を自国財政に全額流用、アイディアをはじめとする各国の通貨鋳造権を取り上げ、アテナイ通貨の使用を強制した。アテナイの市場には、ポリス内部の地域市場であるアゴラと対外用の市場であるエンポリウムが存在した。アゴラには、 カペーロスという小売人が居住し、中央集権制度に代わって、食料の再配分を行うための制度として食品が売られた。エンポリウムには、エンポロスという対外公益者が居住し、ペーライエウスで取引を行った。ペリクレスは自ら積極的にアゴラで売買を行い、アテナイは商業的なアゴラを推進した。対等が遅かったため、冷蔵種の急拡大とは、 対照的に植民地の入植競争では他の都市に乗り遅れた。遅ればせながら植民地も創設してクレイルーキア、クレルーシャと呼ばれるアテナイ市民権保障と引き換えに従属義務を追う契約を結んだ都市の建設に乗り出した。陸軍大国スパルタと裕福なコリントスを中心とするペロポネソス同盟勢を敵に回したアテナイの指導者ペリクレスは 牢状による長期戦を計画する。だが、牢状による人口過密から来る諸問題、都市の許容量を超えた人口の爆発的増加と治安の悪化、そして何より衛生環境の悪化による薬病の蔓延が襲い始めた。ベリクレスは、アテナイの支配地域の農地は肥沃ではなく、食料自給率も低いので、敵に農地を荒らされても食料は輸入では補えば、 いいという考えであったが、商工業を癒しむ傾向があったアテナイ市民には、農園経営者が多く、また、スパルタ軍のアテナイ領の略奪により、ペリクレスの生前より老上の長期化による農地の、後輩に不満を抱く者が続出した。薬病に倒れた、ペリクレスの死後は、高戦的デマゴ具グが幅を利かせ、アテナイは、積極策を取りペロポネソス同盟軍やリファンした。 冷蔵都市との一進一退を繰り返すことになる。やがて、トロに終わった一度目のシュケリア遠征や、その他多数の各地への侵略と同じように軽く考えて開始した二度目のシュケリア遠征に国力を注ぎ込むが、遠征軍は壊滅、アテナイはその国力と威信を大いに減退させた。その隙をついた、スパルタの海軍力強化、穀物の主要な輸入ルート上にあるデケレアの占領、 さらには、アテナイの過劣な政策、攻略した敵対都市の生男子絶滅、及び身分を問わない女子どもの、全奴隷化による都市の完全な解体や、捕虜の殺害によるラウレオン・マロネーア領、銀山における奴隷交付の反乱逃,逃亡とデロス同盟加盟国の離反によって、アテナイはその経済を支えてきた銀の生産、船舶、同盟年付近といった全ての強みを失った。そして、 紀元前405年のアイゴスポタモイの海戦で、アテナイ艦隊を壊滅させてその正解権を奪い、国海からアテナイへの穀物輸送ルートを抑えた、スパルタコリントスなどのペロポネソス同盟海軍は、アテナイの陸海からの封鎖に成功して、アテナイは飢餓状態に陥った。これによって、アテナイは降伏へと追い込まれた。アテナイは、市民、外国人である、メトイコイ、 奴隷の三つの身分に分かれていた。最盛期の当てなは、三万人弱の市民、青年の男性。家族等を含めると、約八万人強、奴隷六万人強、商業や学芸などに従事する、メトイコイ三千から四千が居住した。上流階層の男性は七歳になると、私学に通って読み書き、計算、体育、音楽を習得した。成人すれば、 戦争や民会などに参加し、平時には、アゴラ、に集って体育に汗を流した。女性の地位は低く、家庭内の仕事や家内産業に従事し15歳、くらいで、親が決めた30歳の男性と結婚した。奴隷は、例外的に解放されることもあったが、農作業、商売、交付、職人、家内の雑用、公文書の保管、市中警備など、 あらゆる部門で非常に酷使され、過酷かつ不健康な状態に置かれた。四から五人家族であれば、男性の奴隷一名を公共工事に従事させている報酬で生活ができた。解放奴隷はメトイコイに属した。ギリシア各地から学者、芸術家が集まり文化の花が開き、ギリシア哲学のソクラテス、プラトン、アリストテレス、劇作家のアイスキュロス、ソポクレス、 エウリピデス、ギリシャ悲劇、アリストパネス、ギリシャ喜劇、彫刻家のペイディアス、歴史家のトキリデス、著述家のクセノポンらが排出した。皮肉なことに、彼らの多くがアテナイの没落を目にして、役職の直接選挙制に否定的な思想を唱えた。ギリシア神話では、アテナイは、オリュンポス十二神の水神ポセイドンと、女神アテナが、その当時まだ名前のなかった。 アテナイの領有権をめぐって争い、それにアテナが勝利したため、女神の名にちなんでアテナイと名付けられたとされている。その争いとは、アテナイ市民により有益なものを作り出した方を勝者とするものであり、ポセイドンは泉の中から馬を出し、塩水の源泉を沸かせたとも、アテナはオリーブの木を生み出し、オリーブの油の方がより有益であると市民に判定されたとされる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。